チェジュ名物黒豚の焼肉を地元住民が通う老舗で食べる。締めはお店自慢のキムチチゲ。チェジュの大自然の中で放牧され限定生産される名物チェジュ黒豚。チェジュ市街地から少し離れたところにある地元で人気の店に食べに来た。この店は最高級黒豚が自慢で、しかも一人分から注文できるのが嬉しい。黒豚5枚肉を注文。肉を美味しく味わうための注意書きまである。チェジュならでは、肉につけるイワシ魚醤のタレ。肉は一番おいしい焼き加減になるよう、最初から最後までお店の人が焼いてくれる。外側の油がチリチリと茶色く焦げて、中がジューシーな理想の焼け具合。まずは何もつけずに。これは最初は何もつけずに味を見てみるってことなんですけど、すごい食感がしっかりしてて、噛んだ時の食感が良くて、サムギョプサルなんだけど脂っぽくなくて、肉の味が甘くてすごい美味しい。めっちゃ美味しい。食べ方の2番の魚醤をつけて食べると、なんかさっきのシンパで美味しい豚の味に深みというか、魚醤独特の風味が混ざって、これもまた美味しい。3番目なんだ。3番目はエゴマの葉っぱで食べるらしいです
いろいろつけていろいろ合わせて食べてみた結果、どれも美味しいんですが、やっぱりお肉自体が美味しいので、私はこの魚醤のタレにつけてそのまま食べるか、この白菜キムチ、すごいさっぱりして一番好きです。この白菜の漬け麺がめっちゃ美味しいです。この大根のナムルもすごい美味しい。お肉を一瞬で食べてしまったんですが、ここはキムチチゲも美味しそうなので、キムチチゲを頼んでみようと思います。あ、여기キムチチゲ하나 주세요。ね、パブン太郎を시켜야돼요。ね、パブと주세요。ねえねえ。감사합니다いい具合に熟成してて、いい酸味があって、このお肉もしっかり入ってるのですごい美味しいです。それにしても年季の入った店内の隅々まで書かれて、どんどん上に重ねられている落書き。どうやって天井まで書いたんだろう。昔の雰囲気が残るお店で楽しむ一人焼肉。締めもお肉たっぷりのキムチチゲで、完璧なチェジュ黒豚の夜。